やあ、施設の休息だよ。施設の休息だよ。なんで2回言った施設の休息だよ。マキシマムデーズ、ややちゃんアフター、次からやっていきたいと思います、これ。イエス。前回のあらすじ、進路希望調査の神かけ。そんな感じだ。ザクバラに歌ったわ。よっしゃ。でさ、その進路希望調査の話終わってからさ、なんかこういう、なんかしみじみとした夜やけどさ、なんかどんどん聞こえてくるよ、これ。よう聞いたらさ、太鼓の音かな、祭りでもやんよんかなっていう状態です。夏やけんな、これ。時期が。遅い！日もどっぷりと暮れ落ちた頃、俺は自宅前で八重と待ち合わせをしていた。着替えにどれだけかかっているのだ。八重が自宅に戻ってから、かれこれ30分。声だから女子は、暇つぶしにアプリで立夏でもいじろうとしたやさ、カランコローンと特徴的な夏の足音が聞こえてきた。お待たせ、じゃーん。うわー！わ、浴衣姿だ。うわー、胸元エロい。もうまずさ、胸元に目が行くからね。でもってさ、顔に行くかなと思ってたら、え、ヌーってなんだって。なぜヌーなのだ。ところ天之助をリスペクトしてるのか、八重ちゃん。ボー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 人気投票で、ところ天之助に入れるタイプの人間が君は。なんだ、浴衣に着替えてたのか。そうだな、皆さん目の保養になりますね。よかったですね、皆さん、ここの生放送に来てくださった人。初めて見るやつだな。新しく買ったのか。うん、さすがに昔のはもうサイズが合わないから、お母さんのお風呂借りてきちゃった。この昔のはもうサイズ合わないからっていうのは胸の話ですかね。で、お母さんのお風呂借りてきちゃったので、そういうこういう感じでヒットしてるってことは、お母さんも巨乳なんですからね。そういうことなんですかね。そういう妄想しちゃうよ。なんだか懐かしいな。八重の浴衣姿を見たのは5年ぶりだろうか。ってことはやっぱり胸のサイズが合わなくなってきたんだろうな。そもそも夏祭りに行くこと自体が数年ぶりなのだが、ちょっと古いけどどうかな。だろうな、古いだろうな。なんでったって布を浴衣やげんな。布ハンカチと次は布浴衣なんやな。ところ天之助。そう言うと八重は少し照れながら、袖をつまんでくるりと回ってみせた。ぬ、どこよく旅館の浴衣にも見えなくもないか。似合っているぞ。超かわいい。ベリーキュートー。サンキューソーマッチ。じゃあ行くか。あ、せっかくだし手つないでいこうよ。うお、マジっすか。カップルじゃあるまいし。カップルだよ、お前らは。十分にな。そこが残念じゃん。本当に残念に思ってるのは、見てるさ、リア充爆発しろって思っている俺たちだよ。俺と視聴者だよ。仕方ありませんわね。今だけ触れ合うことを許して差し上げますわ。なんでお嬢様。なんとなくだ。ほら。武器ラボに手を差し出す。なっちゃんゲット。お、その手に食いつくようにピタリと寄り添ってきた。八重ちゃん、君、ちょっと、思春期の男子を殺しに来てること分かってる？ねえ、分かってる？あんまりくっつくなよ。歩きづらいだろ。いいじゃん、胸が当たって嬉しいんじゃん。いいねえ。このさ、奈良くんもさ、あんまりくっつくなよって言えるんがいいよな。リア充しか言えないんだよ、それ。俺ら非リア充は言えねえんだよ、そのセリフ。そういうのはいいです。本当は嬉しいくせに。そうだぞ、奈良くん。過保護だぞ、君は。八重は意地悪そうに笑うと、さらに距離を縮めてくる。当たった状態からさらに縮めてくるってなんだい。もはや俺の腕にしがみついている状態だ。これ、あれか。いわゆる胸が埋まるような状態かな。なんかリライトで言おったな。天王寺小太郎が胸が埋まるようなやつが。押し付けられた胸が潰れる感触が腕に伝わって。柔らかい！それ前にも聞いたことある。なっちゃん、ずいぶん手汗かいてるみたいだけど、もしかして大好きな八重ちゃんと手つないで緊張してるの？ギック！映えたくない、恥ずかしいから映えたくなかったけど、ギック！暑いからだぞ。いや、奈良やくん、そこはさ、ってかね、いや、そんなんじゃないし、みたいなことの反応欲しかったな。なんでそんなにポーカーフェイスでいられるのだ、奈良やくん。恋
震えてるんや。震えてる感じを文字では分からんかったけど。夏祭りか、楽しみすぎ。子供か。顔が真っ赤。祭りの熱気当たったせいだな。もう可愛いんだから。うるせえな、手離すぞ。爆発しろ。ならおとなしくしてろ。ほら急ぐぞ。やだもうなっちゃんツンデレ。ヤヤちゃんがすごいデレデレすぎるんだよ。互いの手のひらを指とぴったりと合わせて、互いの手のひらと指をぴったりとは触れ合わせたまま、遠くに聞こえる祭り林に向かって歩き始めた。恋人つなぎっていうのか、こういうの。いや、そうでもないわな。俺にはそうは見えないな。あのさ、気になるんやけどさ、なんかこの3人気になる。なんか妙に気になる。モブなのにこの3人気になるわ。あとこの人、この人も何気にさ、なんかサイキクスの災難とかで出てきそうな感じの見た目しとんやけどな。気のせいかな。さすがに混んでるな。境内は予想よりも多くの人でごった返していた。小さい子供が走り回ったり、ウェイ系学生集団がバカ騒ぎをしていたり、長蘭でオラついているヤンキーが横並びで歩いていると返す。そら、これのことか。これのことを言ってるのが。ずらりと立ち並ぶ屋台からは、中年親父どもが顔を覗かせており、その誰もがこぞって、しゃがれた声で威勢よく客を手招いていた。祭りの雰囲気ですね。夏祭りらしき活気はあったが、それでもどこか物寂しさを感じていた。昔は家族連れも見かけたんだけどな。そこに大人たちの姿はない。子供を連れ歩く親たちの姿もない。本当に子供ばかりだった。ああ、これ奈良くんが前回のパートで言おった親子団らんの時間がないわっていう話に繋がってきとるんだ。どうしたの？ちょっとそういうところ奈良くんはちょっと敏感に感じるタイプらしい。いや、なんでもない。どっからもあるか。奥まで行ってみようよ。話さないでね。いやーもう周りの人間が見てさ、目に毒目に毒。おとなしくしてたらな。しっかりと手をつないでまま、人の大波に乗って石橋の道を進む。おっと、途中、人際強い波が訪れる。怒涛の人の群れに八重が流されそうになったが、間一髪抱き寄せたことで離れ離れにならずに済んだ。大丈夫か？びっくりした、ジョー。ジョー？ジョー？ちょっと端っこ歩くか。はーい。へーい。どうした？八重ちゃん、魂が抜けちゃったね。魂。気の抜けた声を出す八重を引っ張り、道の端を歩こうと体を向けた瞬間だった。うっと、悪い。てめえな、だってめえ、どこ見て歩いてんだこら。ヤキーだこら、名前もうちょい考えてあげて。前田くんとかそういう名前にしとけばいいのに。なヤキーだこらって、こらを長押しそうにはこらって。前から歩いていたヤンキーとぶつかってしまった。わざとじゃないんだ。許してくれ。んだとこら。どう見てもてめえからぶつかってきたじゃねえかよ。いよ。事故だ。どいつもこいつも女連れてチャラチャラしやがってよ。モテない男のひがみである。随分と気が立っているヤンキーだな。俺はてめえみてえな透かした面のやつが一番気に食わねえんだよ。悪いな、あんちゃん。ここはちーっとばっかし暗くてよ。その面、よーく見せてくれや、こら。間近で顔をしわくちゃにして、凄むヤンキー。そのヤンキーに胸ぐらをつかまれる、俺。八重はその様子を後ろで心配そうに伺っていた。てめえの面、どこかで。そうなんだ。僕は結構、福山雅治に間違えられることがよくあるんだ。奇遇だな。俺もあんたの顔には見覚えがある。その瞬間、ヤンキーの顔が凍りつく。どうした？顔でかき氷でも食ってるのか、顔を顔面でかき氷食ってるのか。あんたはまさか、ラ
そうだよ、奈々さんだよ。もういいだろ、話してくれ。すいませんでした。ヤンキーだゴラーがさ、こんな手だらく。ヤンキーは地中に潜ってしまいそうな勢いで地面にゴイゴイと頭を吸い付ける。このヤンキーの頭は多分ディグダでできている。ディグダ製、ディグダ製、なんだディグダ製って。まさか奈々さんがこんなところに来てるなんて思ってなくて、本当マジすいません。勘弁してください。うん、お金次第。別にあんたが謝る必要はないだろう。もういいからさっさと行ってくれ。この人混みの中で盛大に土下座をしてくれたおかげで、周囲の人たち、人間からバッチリスネを集まってしまっていた。悪い意味で目立ってしょうがない。本当すいません。失礼します。やれやれだぜ、丈太郎。丈太郎来たよ。大丈夫？知ってる人？昔ちょっとな、気にすんな。行こうぜ。騒ぎが収まり、滞っていた人の波も動き出す。その後、周囲の人間が妙に俺たちを避けてくれたおかげもあり、不本意だが、ゆっくりと祭りを見て回ることができた。ナナヤ君はさ、怒らせたら怖いからな。それのレベルじゃないか。あ、見て見て、なっちゃん、あそこ。なんだ？ UFO か？リンゴ飴を手にしたヤイが、指さす先には、勇者もともと大きく抱えた縦看板。何の屋台だよ、これ。勇者もとも？射的？その横にはどこかで見たことのあるゲームのフォントで、ドラゴン金魚すくいクエストと、全く隠す気のない出水があった。隠すどころかさ、挟んでるからね。その屋台のさ、内容を挟んでるからね。なんだ、バイク、川崎バイクみたいな感じでさ、ドラゴン金魚すくいクエストみたいな感じで、ね。金魚すくいクエストだろ。DKK や。略して DKK やないか。ドラゴン金魚すくいクエスト。DKK や。ドラゴンなのか、金魚なのか。まあ、金魚ってさ、もしかしたら、あれやな。進化したらギャラドスになって、それがドラゴンっぽく見えるかもしれんじゃないか。よくわからん。あれってドラクエのパクリだよね。ピー入れちゃった。ちょっと見ていこうよ。変わったもの好きだな、ややちゃんも。いらっしゃい。ここはよろずやだ。どんな用だい？あー、これはさ、あの、スクエアエニックスが黙ってないタイプのやつだね、これ。もう、スクエアエニックスが黙ってないタイプのやつだね、これは。荒くれたおっさんが現れたコマンド。兄ちゃん、うちは初めてかい？え、初めてのつもりなんやけどさ、既視感があるんだよな。あんたみたいな変なマスクつけてる店は初めてだ。いや、ゲームの中じゃ何度も行ったことあるかもしれんけど。うちはちょっと特別でね。ちょっとじゃねえわ。金魚すくいと銘打ってはいるが、金魚は渡してねえんだ。は？取れた金魚の数に応じて景品と交換してる。ああ、変わっとんな。あ、でもそれも面白そうだな。最近は魚に触れもしない子供が増えてきてるからよ。うん。祭りが終わった後に捨てられてる金魚を見つけると、どうもやりきれねえ思いになっちまってよ。勘弁してくれよな。やめて、その現実的なさところを言ってくる。今の時代の流れに寂しさとか悲しさとか語るのやめてくれない？ちょっと見た目とさ、喋ってる内容のギャップ。夢のある冒険物語がドラゴンクエストですけど、わからんでもないな。一回300ゴールドだが、遊んでいくかい？ゴールドっていうあたりもう確信犯じゃないか。確かにそこが気になるところ。なんだ、え、もしかして、ね、なんだい、エロボンドがあるのかい？ざっとこんなもんよ。どんなアイテムかはもらってからのお楽しみってやつだ。ああ、残念しようつうことで景品は渡すから安心してくれよな。ああ、いろいろ怪しいもんがあるな。もうなんか確信犯としか思えないようなものがたくさんあるね。あとさ、悟りの章18禁とか、もうバリバリエロボンだね、君。大丈夫か？子供たちも遊びに来るだろうことなのに、大丈夫か、君。18禁になっちゃうぞ。ドラゴンクエスト18禁じゃないんだぞ。全年齢対象だぞ。大丈夫か？ほとんどがアダルトグッズ予感がする。上のアイテムにした景品なのかな？取れなくても何かもらえるみたいだし、やってみようよ。
大丈夫？もらった景品見てさ、キャーで目を押さえるヤヤちゃんの姿が目に浮かぶぞ。そうだな、せっかくだしやってみるか。さて腕前の方はいかに？親父、一回遊ばせてくれ。ありがとうよ。チャンスは3回までだ。ジョーちゃんにいいとこ見せてやんな。はいよ。ポイかっこすくい枠3本とう、なんでか、おわんか、おわんを受け取る。なっちゃん頑張って。俺はガキの頃に敵やマスターと言われた男。この程度の金魚どもなどすぐに蹴散らせやつぜ。そういうゲームじゃないから、そういうゲームじゃないよ、ななななくん。ちょっと動物愛護団体とかそういうところから苦情が来るからやめて。ちょっと俺の動画がやばいからやめて。もうスクエアエニックスと動物愛護団体の嘘つを敵にしているよ。気合を入れ、プールの前で身構える。突然このおっさん変な BGM 喋り出したぞ。おいおいおい、やめて。もうもう戦闘に入ってる。なんだテレレテテテみたいな感じになるんか、キュヒンチに入れたら。ああ、こんな悲しいドラゴンクエスト初めてだよ。なんだこのおっさん、急に歌い出したぞ。金魚の群れが現れた。しかし金魚の群れはまだこちらに気づいていない。悲しい。おっさん、こんなことをやってて悲しくないか。お前は戦う。ポイを水面に構え、素早く一匹目の金魚へ滑らせる。兄ちゃんの攻撃。いちいちそれ言うの。ミス。金魚 A はひらりと身をかわした。なかなか枠がいいな。惜しいところで逃げられてしまった。だがポイはまだ生きている。次こそは。金魚 A は様子を伺っている。こんな BGM で歌われたらさ、集中どころじゃないと思うんやけどな。俺は目を閉じ、ゆっくり深呼吸。兄ちゃんは大きく息を吸い込んだ。あ、そういう実況せんでいいから。なんか恥ずかしくなってくるから。そこだー。兄ちゃんは疾風のごとく切りつけた。いや、殺して殺しそうな勢いみたいな感じでこの言うんじゃないよ。そんな感じじゃないよ。もう丁寧にやってるよ。お、兄ちゃんは金魚 A を椀に救い入れた。おう、どんなもんや。さっき逃がした金魚を今度は捕らえることができた。やったね、なっちゃん。まずは一匹ゲットだよ。おう、こう順調にとってさ、今夜の晩飯にしようぜ、八重ちゃん。この感じなら余裕なら。金魚 A を救ったくらいでいい気になってちゃいけねえな。は？悪いが、うちの金魚はおとなしいやつらばかりじゃないぜ。なんだと？見てみな。兄ちゃんの今の攻撃で他の金魚も臨戦態勢だ。はあ、離れていた場所で泳いでいたはずの金魚はいつまにかポイの周りに集まり始めていた。なんだその一体感。まさか取りやすくなっただけさ。なんだスライムがさ仲間を呼んだみたいな感じの展開やめろお前。金魚の群れは兄ちゃんが身構える前に襲いかかってきた。襲いかかってくるのかい。金魚 B の攻撃。チチチチュンってやってて悲しくないのか。もう一回行くぞ。悲しくないのか。飛び跳ねるように水面から体当たりをしてきた金魚にポイが貫かれる。なんだと。兄ちゃんのポイ A は死んでしまった。なんかさ、シュールとしか言いようがないよなこれ。くっ、まだだ。ポイ B が兄ちゃんから飛び出した。なんだその言い方。もうなんか想像が追いつかんようなことを言ってるぞこいつ。ポイビーか兄ちゃんが飛び出したって。なんかポケモンでさ、よくたまに歩みかけるさ、ポケモンが勝手にモンスターボールが飛び出したみたいな感覚になっとるやん。なちゃん大丈夫？ああ、問題ない。むしろこのくらい動き回ってくれなきゃ面白くない。そこだ。兄ちゃんは腰を深く落とし、まっすぐ相手をついた。兄ちゃんは金魚 B を盆に救い入れた。お、なんだかんだで取れよるな。やったー、2匹目。続けていくぜ。兄ちゃんは早草切りを繰り出した。そんな技ねえよ。金魚 C を盆に救い入れた。金魚 D を盆に救い
入れこの昔ドラクエみたいにさ C 作り入れた D 作り入れたっていっぺんに言わんあたりがさ、ちょっと古いドラクエをちょっと思い出していいね。けど悲しいのは変わらないからな、おっさん。4匹目を救った直後、2枚目のポイが破れた。くっ、あと1匹は取りたかったが。なかなかやるな。だがもう後がないぜ。最後のポイを握りしめる。なっちゃんすごい汗だよ。これ飲んで落ち着いて。え、なんだ？え？ジョーちゃんは世界中の雫を仲間に与えた。兄ちゃんの傷が回復した。なんだそれは。世界中の雫とかがもう何の例えだ。何を例えたらそんな言葉が出てくるか。世界中の雫って、何の飲み物の例えたらそんな、ドラクエに例えたらそんな名前になるの。よし、ラストスパートだ。あ、それに関しては何のツッコミもないんだね。何を飲んだのか全く気にしてないね。兄ちゃんの攻撃ルロミス。金魚Eにダメージを与えられない。金魚Eはふくーっと膨れ上がって兄ちゃんのポイにのしかかってきた。お、ここだ。ジジジ会心の一撃。金魚Eをワンに救い入れた。兄ちゃんのポイは砕け散った。ほう、金魚の群れをやっつけた。なんか別のものをやってるような気がする。金魚すくいとは別のものをやってるような気がする。やったー、5匹取ったんやな。なかなかにスリルのある戦いだったぜ。というかおっさんの実況がうるさい。そこまで言って叫んでいいのはさ、有名実況者ぐらいだぞお前。待ちな。なんだ。なんとおっさんが立ち上がり仲間になりたそうに兄ちゃんを見ている。いらねえよ。いや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 、やめてやめて、ガチでやめて。そんなサービスいらない。おっさん、まだちょっと時間あるだろう。もうちょい営業続けなされや、お前。金魚だったかおるでしょうね。強制イベントやめなさい。何も、てん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 の要素何もないわ、お前。嬉しくないわ。寂しそうに触って。まさか一回でみんな取っちまうなんて驚きだぜ。え、みんな取っちゃったの？ 5 匹しかおらんかったみたいな感じになってる。最初5匹しかおらんかった。結構おるぞ今ここ。結構おるぞもう。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10匹おるぞお前。残りの5匹どうした？おっさん食ったのか？約束だ。好きなもん持ってきな。あ、そんな約束だったっけ。よい、選んでいいぞ。何選ぶんだこれ。ヤエちゃんにとって何がいいんだろうこれ。危ない水着とかエッチな下着とかでナナヤ君をたぶらかす気なんだろうか。私が選んでいいの？それじゃあね、おじさん、このとっととハメ太郎マンネリ撲滅丸。もう怪しい匂いしかプンプンしないねんもん。そんなハム太郎はもう早々にテレビ業界から消え去るねお前。何をやってそれ。確かに女の子だって危ない水着とかエッチな下着とかそういうもんを選ばんだろうけどさ、さらになんか顔質的なものを選ぶとはね。八重ちゃんさすがですね。ジョーちゃんお目が高いね。高いの？そいつは今カップルに大人気のアイテムだ。カップルか、かえ、カップル関係のアイテムなの？もしかしたらそれはいやらしい意味のはめるかもしれないよ。さあなんだろうな。ナナヤ君結構妄想しているはめるでさ、じゃいやらしい方向に妄想してるよ。ナナヤ君なんとなく予想はついたが知らないふりをしておこう。じゃあ決まりね。気になるし。おじさん、とっととハメ太郎と交換してください。悪いな、これはジョーちゃんには装備できねえんだ。こいつはそっちの兄ちゃん専用の装備だからな。装備とか言うじゃない。男の子しか装備できないの？まあいっか、なっちゃんが頑張ってくれたんだし。待て待て待て、どこからそのまあいっかという言葉が出てきたんだ。やいちゃん分かってないだろうな。どういう意味なのか分かってないだろうな。ここで装備していくかい？おっさん、何を推奨してきてんだお前は。もう見た目からして怪しいけどな、執行まで怪しくなってきたなお前は。
仮面を取れ、仮面を取った姿を見せろお前、それで美形だったら俺殴るよ。するかよ。そうか、じゃあちょっと待ってな。ん？おっさんは店の裏に積まれた段ボールを広げ始めた。どんなカップルアイテムなのかな、楽しみ。多分出た瞬間八重ちゃん顔がさ冷めていくと思うよ。無理、どうやら切らしちまってる。セーフ、やったセーフ、ラッキーセーフ、ラッキーセーフセーフ、ラッキーセーフ。え、ないんですか。ところがどっこい、これでよかったのですよ。ちょうどさっきのカップルに渡したのが最後だった。さっきのカップルもらった。ジョーちゃんと兄ちゃんには悪いけど他の景品にしてくれねえか。おう、そうするわ。あー、あれやな、そのさっきのカップルとやらはさ、すっごい青ざめた顔で去っていったんだろうな。俺にはわかる、わかるよ。そっか、残念だけどしょうがないね。それをさ、その八重ちゃんの発言をさ、さっきのカップルが聞いていたらさ、何を言ってるんだお前らみたいな、そんな感じになるよ。そうだな、品切れなら仕方ないな。嬉しそうです、とても嬉しそうです。結局適当な景品と交換してもらうことにした。その適当な景品の方が気になるんやけどな。適当な景品ってもういろいろボキャブラリーがあってさ、さっきなんか危ない水着とかあったけどさ、どれを手に入れたんだろう。それが気になる。八重がとっとはめ太郎をくださいと言い出した時はどうなることかと思ったが、品切れと聞いて正直ホッとしていた。だってコンドームだろあれ。あ、言っちゃうんだ、もう言っちゃうんだな、よく。いや、せめてそれは言わない方が良かった。せめてさ、コンドームのさ、文字どれか一つぐらい丸にしといてほしかった。また来てくれよな。もう見ようと来るな。いや、お前がまず見せ出すな。